しばらく撮ってないから、うん、分かんない。YouTube をサボってますね。すげえ。俺は YouTuber じゃねえし。あ、ゆうた、なんかポップをさ、はい、あの、なんだっけ、高松さんどこで撮る？どこで撮る？どこでもいいし、やりやすいとこで。最後どうせサブちゃんなんだから大丈夫。言わないっすよ。でも今日1カメラ撮って、俺ちょっと結構考えてるんですよ。ただ普通に、うん、新商品なんでテイクアウトでとかだけだと、やっぱ引きが弱いんで、なんかそこにプラス2つぐらいなんか魅力をつけなきゃいけないって考えたときに、うん、俺は思いつきましたね。食レポ選手権をやると思います、一人で。お、どれだけ、どれだけ俺が、概要欄で点数、皆さん点数つけてください。ああ、いいっすね。どれだけうまいって言えるか。ああ。あと、その的確に表現できるかっていうのと、あと、もう一つは、テレビの食レポあるあるをやろう。まずは、絶対味わってないのに、うまいって言う人みたいなとか、そういうのやろうかな。やんなくてもそうだよ。嘘だよ。おこれなんでもさ、確かにこれ自爆だね。味聞いた、聞いてから面白いのに、これ何味なんですかって聞いてからの方がいいだろ。うちの前醤油出してて、これ味味噌っすよね、今まで味噌っすよねって言ったぐらいだから。あ、それやりましょう。あ、それやろう、それ決めた。調味料何が入ってるか当てるの。どうどうすか。醤油って、醤油とみりんと砂糖でみたいな。いやー、キリがないでしょ、それは。それ一回説明するの、その時。そうです、これとこれとこれで当たり前じゃないか、そんなの。毎朝のルーティンのお前さ。ねえねえ、毎朝毎朝君はここにいるけど。毎朝の、ね、仕込みだっつうの。ルーティンもない。仕込みや。よっしゃ、そろそろ作っていこうかな。で、高野さんのそのコップをさ、はい、例えば自分でこれもらったのデータこのまま F8 やっていいですか。あ、いいよ。あ、今はなくて大丈夫。大丈夫です。もうデータもらってるんで大丈夫です。でも俺今クリエイティブなこと言っちゃいました。あ、データもらってるんで大丈夫です。え、バカ。何も言えねえ。うまからんは食えないか。いや、いいよ、うまからんをもうちょっとやろうよ、お前監修だから。はい、じゃあうまからんをと、じゃあちょっとこれ今日も大食いのとき。いや、マジ昨日の女子ダイス忘れらんねえよ。あ、でね、調理のね、弁当なんだけど、唐揚げだと思うじゃん。思うじゃん、唐揚げ売りだから。やっぱ、テイクアウトすごい大事で。うん、し、印象がつくじゃん、お店の。持って帰って。あんま美味しくねえじゃん、硬いじゃんとか。悪いイメージになっちゃうから、ラーメンとかでも。だから、蒸し鶏にしたの。柔らかい。虫なら別にね、硬くても限界がありますよね。唐揚げは揚げてる分カリカリになっちゃう。リアクションですわ。
でかいですよ。最悪だ、本当にマジで。ちょっと気持ち入れ替えてください、一人でやってしちゃった。いや、心が勝っただけしちゃったで、一応、TKM ってあの、生を効果ゲームなんだけど、それはあの、あと、パネル中華麺の、パネル中華麺だけは店でも嬉しいことも増えるんだけど、それ以外は、あの、もうテイクアウトして、それは専用で、麺系は必ずもうテイクアウト持って帰るじゃん。今すぐ食ったらあれだけど、あの、ほぐし水とかってついてるから、必ず一応意識を持って、で、ほぐし水入れていくの、卵つけ麺、卵麺は、あの、味のことがちょうどよくしてるから。あれあるよ、判例だけは、それ以外はテイクアウトに一個ずつにした方がいいかも。どっちに分けてくれれば。警察ですか？すいません、お店の前にですね、ちょっと変な人がいて。そしてなんで早めにお召し上がりください。電子レンジ対応の低発泡丼容器付き、しかもなんか風の噂で、短麺中華麺以外はテイクアウト専用メニューらしいぞ。しかも、麺に関してはちゃんとほぐし水とかもついてて、そのほぐし水がほぐしてからちゃんと味の濃さになるように味の調整もされてるらしいって。マジで？よし、今日は特別に僕がこの監修したといううま辛魚ラーメンを食べながら、このテイクアウトメニューも食べてみよう。やったー。どうすか兄貴。ちょっと待ってください。マジ分からない。こんなしちゃったら分からないでしょ。不正義はあるでしょ。違います。まだ不正義。まだ防げるじゃん。しゃあ、俺の渾身のオープニングだぜ。いや、ありがたいですよ。ね、これ蓋閉める？それとも、これ出してて、こういうのが、ネギもね、これもうギュッてやっちゃうんだけど。あ、もうギュッていきます。はい、もう多分、自分ごとの伝統でもらった感じで。ギュッと、はい、そのまま、はい。手下げで、はい、お願いします。で、ヒョウリで買ったんですけど、ヒョウリで買います。そうです。ヒョウリで食うんかい。俺はもうこれ作ったら気にしちゃう。おっ。今の大丈夫？さっきの大丈夫ですか？大丈夫。あ、全然。うまくそうなっての僕たちなんで。おし。全力でやらせていただきます。食レポ。1万ここ歌舞伎町ですか？歌舞伎町でも取らねえかなカメラ島じゃん。1万円あの1日で潰れるか1日で話題になるから本当ですよ。夕方の4ちゃん来るよ。